皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国。今日は妹のトレーナーを着てきたアシスタントディレクターの亀山真帆です。日天のラジオクラウド、今日は568回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、10月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日はゲストコーナーをお聞きください。それでは今日のゲストです。歴史学者の磯田道文さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。もう最近は多忙、もうテレビ見ててもそう思いますから、ご本人は目まぐるしいんじゃないですか。そうですね、あんまし出たい方じゃないんですけど古文書読んでたいんですけど、ついね出てしまってね、はい、フラフラです。そうですか。もうちょっと芸能事務所に所属しないと自分ではスケジュール、もう大学の先生個人でやるには無理ですよ。うん、ちょっと仕事減らされたね。と言ってもやっぱり日曜天国は出たいんですよ。いや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 、僕は。いやいやいや、ありがとうございます。家族みたいに思ってますからね。あ、本当ですか。そんなお世辞を言う先生でした。いやいやいや、本当ここ好きなんだ。磯田道文さんのプロフィールです。1970年昭和45年生まれ、47歳、岡山県のご出身です。2016年から京都に拠点を移し、現在は国際日本文化研究センターの准教授。第2回新潮ドキュメント大賞を受賞した武士の家計簿、都の利息でござるは映画化され大ヒットを記録。歴史ものとしては破格のベストセラーを連発していらっしゃいます。平成の司馬遼太郎との呼び声が高い歴史学者磯田道文さんです。今も拠点は京都ですね。はい、そうですね、京都から来ました。はい、そうですか。古文書がいっぱいあって楽しいですよ、京都はね。そうですか。もともと茨城、その後静岡の浜松、それで、京都に戻ってまいりました。あとは今年は大河ドラマのセゴドンの時代交渉も担当されて、やりました、もうあさってぐらい打ち上げじゃないかな、そして磯田さんも出てましたよね、はい、あ、バレてました。見ましたよ。恥ずかしい。いや実はね、大河ドラマに役者として出てくれって言われてですね、はい、一度断ったんですよ、三条実富かなんかの役だけど、もう一回来たんですよ、はい、でしかもちょっとこれがですよ、私京都に住んでるんですけど、京都の町おこしのためになるべく京都がドラマの中に出てくれればいいなと思ってたところへ、京都市長の役、初代で、しかもその菊次郎さんというあの西郷隆盛の長男を大物俳優が演じて、でその相手役をやってくれと、ちょっとと思ったけど、好奇心と京都盛り上げに負けて引き受けちゃったんです、そうですか。そして今年は明治になって150年ということで、さまざまなイベントが行われていますが、今日は磯田道文さんに150年前の出来事、明治維新の裏側というテーマでお話しいただきます。まずは一気に紹介します。150年前の出来事、明治維新の裏側、その1、当初が語る維新の京都、その2、西郷書簡と日本の敗者、その3、世界遺産に皇后が釘付け、以上の3つです。はい、さてまずは1つ目ですが、当初が語る維新の京都、はい、これはどんなお話でしょうか。これはね、明治維新の志士であるあの西郷とか高森、はい、坂本龍馬とか、まあ、華やかなイメージが明治維新にあるんですけど、で京都も結構華やかな維新だって言ってるんですけど、実は京都の市民にしてみると、あれよそから京都入ってきて、でどんちゃん騒ぎするもんですから、実は京都明治維新で丸焼けになってるんですよ。丸焼けっていうと正確ではなくて、御所より南が6割を火災で失ってる、ね、だから明治維新の時に、京都が焼けてしまって、でその後彼らがどういう風に生きていくのかっていう、いつもね明治維新っていうと西郷とか龍馬とか、どちらかというと政治や志士の方ですね、はい、あの政治家や、まあ、いわゆる偉い有名な人の方からなっちゃうんだけど、そこで暮らす民衆はどういう維新だったのかっていうのがやっぱり気になるわけですよ、はあ、それで私は古文書をずっとこう探してたわけなんですけど、
まあ、一番さっき言ったその京都丸焼け事件っていうのは禁門の変、蛤御門の変というもので、はい、まあ、追い詰められた政局で失敗しちゃった長州藩が軍勢を率いて、うん、まあ、当時京都治安を維持していた松平容保を討ち取り、はい、まあ、あわよくば天皇をですね奪って自分のも、まあ、要するに玉として握りたいという、うん、はあ、あのそういうためにあの起こした兵乱なんですけど、それで結構京都の町は燃えちゃったんですね。燃えたんです。6割が燃えて人口が30万人台いたものが、まあ、25万近くまで下がっていくという事件だったんですよ。でその時の様子をまずはあの当時の京都に生きてた人たちが明治時代になってから証言するんですよ、うん、で大体7歳とか10歳の子たちが、明治の新聞を書く、ええ、まあ、日露戦争あの直前ぐらいかななると中年になってるんですよ、はあ、であの時見てた様子、うん、戦争の実際に、うん、を証言してくれるんですけど、ところが面白いもんですね。あれ人間って250年ぐらい戦争がないと、ええ、戦争が起きるというのは分からないみたいで、本当に銃を持って、あの上京してくる軍隊長州藩を見ても、迎え撃つ側を見ても見物しに行くんですよ子供が。あ、当時の京都市民が、わー長州藩来たよ、長州藩来たよ、行こう行こうとか言うのから後ろついて行ったりする。それで長州藩の方も普通戦争するときは道を全部横一列に塞ぎながら前進するんですけど、うん、はい、なんか綺麗に交通ルール学むように綺麗、に並んで片側開けて通ってくれるんですって。だから平和ボケした、あの軍隊の姿、でしかも敵になるやつとこうしばらく行っても銃持ったままどっちも発砲しないんだって、しばらくじーっと見合ってるんですよ。なるほど。で自分から撃っていいものかどうか迷ってんだよ、迷って戦争の仕方分かってないんだよ。これね、ところがこれがいきなり撃つ、連中がいたんですよ。薩摩藩、薩摩藩はもう鹿児島でチェストーとか言いながら、もう戦国フリーズドライと僕は呼んでるんですけど、もう戦国時代の感覚がそのままもうレトルトパックの中入ったみたいになってるんで、戦えなかったときのまだやり残してるんで、これが250年間同じようなことやってるわけですよ。でチェストもあれ知恵捨てよだと言われてるんですよ、はあ、これから生きようなんていう小賢しい知恵を捨てよ、知恵捨てよ死ねって言ってるわけですよ。ああそうですか。だからそれで彼らはもう見たらいきなり撃つんで強い、はあ、当時はまだ薩長同盟の前ですから、はい、長州と薩摩はもう敵対してますね、はい、だから薩摩藩は、長州に向かって躊躇なく発砲し、しかも長州藩の馬に乗った指揮官に、銃の弾丸を集中して腹にぶち込んで、指揮官から一人ずつ馬から落として、相手の指揮命令系統を破壊した後で、あの背中を打って逃げるやつをもう散々に撃ち殺したわけですよ。強いんですよ薩摩って。やりますね、しかも人に、他の藩にまず小競り合いをやらせておいて、敵が疲れるのを待ってから横合いから出ててやっつけるということをやるわけですよ。これ見たときに、極地の戦場ですけど、やっぱりこの政局や維新の混乱の勝者になるのは誰であるかっていうと薩摩であるっていうのは大体予見されてたような感じがしますね。それを見た京都の人は、これからの世は薩摩が多分リードしていくのかなって感じたでしょうね、でしょう。でしかも焼け野ヶ原になった後、ちゃんと西郷隆盛ってすごい諜報力で、あんな奄美大島で飢え死に仕掛け、飢え死にというかもう死にかけてた男にしちゃすげえなと思うんだけど、忍びを入れて長州藩がどこに兵糧を蓄積してるかを突き止めていって、負け始めると他藩に奪われないように一斉に長州藩の兵糧蔵を、天龍寺だったかと思うんですが、抑えて、でその米俵を確保してきて、京都市民に配って薩摩への支持を取り付けるんですよ。すごいですね、敵の物資を露獲してそれを市民に配るっていう、配る、それで支持を獲得して着々と政治力を伸ばしていく。その手際の良さで西郷隆盛が全国的に有名になって、まあ、この後まあ、外交交渉なんかでも活躍するからですけれども。そうですか、はい、蛤御門の変自体は1週間くらいですよね。そうです、1週間というかもうほぼ1日で片付いちゃう、1日で片付いて、はい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 、そして結局、まあ、京都守護職幕府側が勝って長州勢を追い返すということですが、
火が広まっちゃったのはなぜなんですか。あれはね、なんと火つけて焼いちゃったんですよ。主に一橋と会津と言われてますけど、まあ、薩摩全くしなかったとは言えない。あと彦根藩とかも、で長州藩もあの火の原因にならなかったとは言えないけど、主には防衛側なんですよ。長州藩がゲリラ化するのを恐れた、はい、京都の家の中に長州の廃山兵が入ってバンバン撃ってくるわけですよ。そしたらもう怖いんで、あの徳川慶喜や会津藩はあの空の俵をあの京の町屋の軒に記して下から火をつけることを始めるんですよ。なるほど。で焼いていくんですね、はあ、でこれを必死で止める京都市民が、お願いだ焼かないでくれみたいな、うん、でしかもそれ焼かれるのは火が確実に来るわけですから、奥家さんの家も焼けてしまうし大名屋敷も焼けるのでと嫌ですよね、自分の家焼かれると、うん。結局京都の人たちは、まあ、長州兵をあぶり出すために火をつけたのは、はい、まあ、幕府側であり、はい、会津藩であり、一橋慶喜なので、はい、ちょっとやっぱり人気はなくなりますね。そうですね。さて磯田道文さんにお話を聞いています、続いては150年前の出来事、西郷書簡と日本の敗者、これはどういうことでしょうか。これね、僕ね西郷隆盛のね手紙をね古道具屋さんのネット販売で見つけちゃったんですよ。フル道具屋のネット販売で、いや俺目疑いましたよ。12年前ぐらいかな、なんか見てたら、あの西郷隆盛書簡って書いてて12万円だったと思うんですよ、はい、でじーっと見るんですよ、歴史学者だから、どう見たって西郷の字なんですよ、印刷でなければ。そんでなんかそのお店のホームページに貼り付けたんです、その画像が、慌てて、あのそこまで行って、あれ見せてくださいって、あ行ってみてがっかりもあるんですよ、印刷だったとか、あやっぱり偽物って場合はとかいうのはあるんですよ、でまあ、大体偽物のレベルが高いのは、西郷と勝海舟なんですよ。あ、まあ、ちょっとね、もうファンとしては嬉しい気持ちでしょうね。もうものすごい量の偽物があり、レベルが高いものは犯行も極めて精巧に作られてるんですよ。あ、そうですか。僕も、ね、今年になって、あれですよ、古道具屋と押し問答になってます。余計なこと言わなきゃいいのに、勝海舟は偽物のレベルが高いから、偽物を買って集めてたんですよ僕。はあ、あ、偽、うん、あもう偽物研究をしてたんですね。はいはい、そう。本物より高いんですよこれが、なかなかしばしば、まあ、いいこと書いてあるから、本物の2倍の値段を出して、はい、出してなんとか偽物を買って帰らないといけない場合もあるんですよ、はい、そういう研究を始めると、はい、でところがこれ黙って買って帰ればいいのに、僕がある時、あの仏心を出しちゃったんです、あの古道具屋さんがこれ本物だと信じてるからまた偽物買ったらいけないなと思って、これあの僕偽物としてこの値段で買ってますから大丈夫ですよって言っちゃったんですよ、はい、ただこのおじさんがね、プライド傷ついたんだと思うんですよ。そうですよね、本人は本物で売ってたんですよね。絶対本物だって言い張るんですよ、そうすると私はもういろんな証拠持ってきて、これがどうして偽物であるかってことを立証するんですから、なかなか聞いてくれない。信じたくないそうなんですよ。そういうことがあるぐらいで、で、まあ、その西郷書簡は本物で、まあ、今あのちょうど展示が終わったところなんかな、はい、まあまあ、今もまだやってるかもしれないけど、あの鳥取県立博物館で展示されたりね、今月なんかはしてたものになるんですけど、でそこになんか歯医者のことが書いてあったんですか。あ、歯医者じゃなくてね、これね、西郷さんがなぜこの手紙を書いたかっていうことを調べると、はい、神戸事件って言って、神戸事件、はい、あの戊辰戦争っていうのは、はい、あの正月3日の戦いなんです、始まったのが。ところがこう勝つわけですよ、あの鳥羽伏見の戦いが、まあ、正月3日ですけれども、あの最後の側がね、ところが喜べない事態が起きたんですよ。勝ったんで幕府を倒さなきゃいけないから、諸藩の兵を京都に集結させようと、お仲間を呼んだわけですよ、西郷が。そうすると岡山藩も錦の御旗をもらって、それでどん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 あの京都へ向かって西郷と合流するために軍勢を進行させる、そしたら神戸まで来た時、ここには外国人がいるんですよ。あ、いたんですか。はい、そしたら外国人お酒飲みながら、日本の侍が軍勢率いて京都へ向かうの見たいでしょ、で見て酒飲みながらフランス兵があのピストル持って酔ってるもんですから向けちゃったんですよ、岡山藩の藩兵に向かって、そうしたら岡山藩の、指揮官は当然フランス兵に拳銃向けられたから危ないと思ったのが、鉄砲鉄砲って言っちゃったんですよ、そうしたら鉄砲鉄砲っていう号令は足軽にとってみれば
鉄砲は発砲するの指令だと受け止めたのね。でそのフランス兵に向かって発砲する、はあ、ほったら周りにいたあの水兵たち、ね、あのみんな上陸させて、うん、岡山藩が発砲した戦闘状態だってことになって、はい、神戸であの小競り合いが始まる、で当然西洋軍の側の方が強いもんですから、あの神戸事件って言ってその神戸一帯を占領しちゃったんですよ、外国軍が。フランス兵が生き残っちゃって、はい、でしかもその中にアメリカ海兵隊もいて、岡山藩が実はアメリカ海兵隊と最初に戦闘した軍隊になった。そうですかそうですね。でこれまずいんですよ、最後にしてみると。あ、そうですね、これから江戸を向かって、せめて鳥羽伏見は勝ったけれども、あの江戸城を落としに行かなきゃいけないのに、ね、背後の神戸を、あの外国軍に占領された状態っていうのは進軍できなくなるので、岡山藩の責任者を呼んで、お前のところのその指揮官切腹してもらえんかっていう、もう命を差し出すからなんとか外国にそれで納得してもらおうという交渉を弱い日本はせざるを得なかった。でそのためにあの岡山藩の家老に対して、あのちょっとうちまで来てもらえませんでしょうかっていう手紙は見つかったんですよ。そのちょっとトラブルの後処理のためにコンビニに済ませないと、だから重要所管だったんだね。それで先生まだ敗者出てきてないんですけど、あ、すみません。これでその、フランス兵とぶつかった軍隊、あの岡山藩の軍隊の中にうちの当時の親戚、甥っ子、当時の私の家の磯田義道というのが、道文じゃなくて義道っていうのが当時のうちの家の五代前の当主なんですけど、その甥がいたんですよ。磯田先生のご先祖さんが、はい、その岡山藩の列の中にいたんですか。いや、じゃなくてうちの当時の当主の甥がいたんです。甥っ子さんが、甥っ子さんが、まあ、うちの家で暮らしたりもしてましたから、あの出入りしてましたから、まあ、家族と言っていいんですけど、持ったら目の前で高山さんという人なんですけど、これもう列強って強いんですよ。アメリカ海兵隊強さは分かりますよね。でも手も足も出ないと。それでこので、岡山藩としては秀才を選んで負けちゃったからアメリカを学ぼうとしたんですよ。じゃあもう薩摩藩と合流して江戸行って幕府倒すっていう、そっちの体験よりもそこの神戸事件で外国の兵隊見た方に、見たのに岡山藩は衝撃を受けてでこのうちの親戚の甥っ子の高山をアメリカに留学させたんですよ。ところがこの高山はお勉強するのもいいんですけど、甘いもんが好きで、向こうに行ったら砂糖の食べ物がいっぱいあるんで、食べたら虫歯になっちゃうんですよ。ほんで歯が痛い歯が痛いって勉強どころじゃなくなるんですよ。で歯医者に行ったら歯医者に説得されたんですよ。この高山、お前軍人になろうとか政治家になろうとかしてるらしいけど、お前のところはこの歯を治せんのかと、侍たちはって言ったら、高山はいや塩なすびしかないと、当時の武士は塩なすびを塗って歯板を押さえてたんですか。歯板押さえてるだけ。へー、塩なすびってナスの漬物みたいなものですか。余計染みそうですね。余計なんかその染みでなんとか耐えるんでしょ。へ、で高山はその歯医者に説得されて、ここで歯医者の技術を学んで帰った方が世の中のためにならんかって言うと、つくづく考えてそうだなと思って、歯医者になって帰ってくるんですよ。もう政治家でも軍人でもなく歯医者になって日本に帰ってくる。歯医者になって帰ってくる。それでこの人やっぱりアメリカ型の西洋式の本格的な歯科治療学を持ってるから、あの明治天皇やあの、まあ、大正天皇の、まあ、入試を抜く天皇御用達の歯医者になって、今 の, その東京歯科大学の元になるものを作る。じゃあ日本の今に続く歯科の歴史の一番最初の人になったの。そうなんです、この高山さんが。だからで岡山藩のお侍っていうのは食い詰めるわけです。その後藩がなくなっちゃうから、はい、割にたくさんの人がこの高山の歯医者の学校に入って、あ、じゃあ岡山藩は結構歯科に巧妙を見出して。そうです、そうです、そうです。だから岡山藩の下級武士で歯医者さんっていうの結構多い。あ、そうですか。あとはその隊列にいた人で後々歯医者になった人いないんですか。いや結構今、あ、そうそう、その時隊列にいた鉄砲鉄砲って言った人は結局切腹になっちゃうんですよ。気の毒な話ですよ、はい、でもその子孫も、を探していったら、あの滝さんって人なんですけど、滝歯科って言って岡山で歯医者さんになってるんですよ。なんかまあ、その辺がやっぱりすごいなと思って。そうですね、であらゆる人がこの高山の歯科学校になってて、僕 このセゴドンやってびっくりしたのは、塚地さん演じる西郷さんの召使いの熊吉って言いますよね、はい、で
あるとこの僕知り合いだったんですけど、あの東京歯科大学この高山が使ったの先生が、私熊吉のひ孫ですって言うんですよ。なんか熊吉の子孫まで養うきっかけになってんだみたいな、続々歯科関係者が出てきますね。なんか食べられなくなったお侍さん結構歯医者になったんだなと。そうですね、はあ、まあ今のひ孫さんはまた関係ないかもしれないけど、熊吉もまあ関係者になっちゃったんですよ、本当ですね、はい。さてそれではここで1曲お聴きいただきたいと思います。埼玉県新座市冴えないリーマンさん、男性の方からのリクエストです。 Believe in Love、 リンドバーグです。10月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国。著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聴きください。埼玉県新座市冴えないリーマンさんからのリクエスト、リンドバーグ Believe in Love お聞きいただきました。さて今日は歴史学者磯田道文さんにお話を聞いています。明治維新の裏側、おしまいは皇后の東京行きということですけども、これはどういうことでしょうか。うん、いやこれもね不思議な記録が見つかったんですよね。東京の吉祥寺に三笠館っていう、はい、まさにのなんか日露戦争の軍艦名前みたいな名前がある骨董屋さんがあったんですよ。お店の名前が三笠館っていう、はい、でこれ、昔は、まあ、今はどうか知りませんけど、東郷神社というところで露天の骨董市に出ていて、僕学生時代にまだ院生ですか、はい、通りかかったらすごい古文書を売ってるんですよ、その三笠館さんが露天の位置に出してて、はい、久善庵って言って天皇が官位を与える証書なんか置いてあるんですよ、あらなんこれってやっぱ多分なんかすごいいい仕入れの筋があるのか、である時こう三笠館さんから僕の家に知り合いになったから電話があって、なんか不思議な皇后がなんか東京に行く時の日記があるんだけどって言うから、皇后自身が書いてるはずはないので多分お月の日記だろうと、はい、で、見つかったんですよ。見つかったんです。それ何なんだろうって言うと、その初めて日本の皇后が東へ向かって東海道を旅した時のお月の日記という。なんかあれですよね、京都から東京に、天皇皇后、明治天皇と昭憲皇太后が移動した時の話ってあんまり出てこないですよね。そうですね。それで極めて緻密で、例えば明治2年の10月に皇后は初めて歴史上東へ向かうんですね。歴史上初めて東へ向かう、皇后になる前の持統天皇が、いや吉野山から岐阜へ向かったなんて歴史はあるけど、皇后自身が東の国へ向かうっていうのはこれはもう歴史上初めての以来のことで、ところがこれでびっくりしたのが、そのお父長持ちという記録があるんですよ。これお父長持ちってのは何かっていうと、東の司の長持ちとかって、お父ってのはトイレなんですよ、はい、皇后のトイレを運ぶ話も書いてある。へびっくりして、それ男3人で運んでますね。どんな大きなトイレなんだと思うんだけど、極めて正確だと思って、まあ、これを、まあ、解読していくんですよね。 そして世界遺産に釘付けっていうのは、やっぱりよっぽどね、歌にしか読まれてるの見たことがないもの、皇后はご自身で見られることになったようで。確かにそうですよ、初めて東に向かったんですもんね。景色見物をだいたい野立てって言うんですけど、10回見てて、まあ、三重県の筆捨山とか、白須賀とかね、静岡県の塩見坂とか、あと富士山に相当感動したみたいで、金谷の峠とか安倍川とか沖津とかで行列を3回も止めて富士山に見とれてましたね、そういうことも日記に書いてあるわけですね。書いてあるんですね、あとは京都から明治になって東京に、はい、まあ、首都が移るっていうようなことですけども、はい、これあれですよね、別に法律で決めたわけでも何でもなくて。そうそう、法律で決めちゃったら反発が激しいんで、なんとなく両方を都にすると東京と最強と呼ぶことにして、行き来するような雰囲気にしといて、でもう戻さなかったんですよね。はい、なので非常に曖昧なままやってるってことですよね、はい、で関東大震災になってもう東京
の人たちがひょっとしたら東京を捨ててまた京都へ天皇行っちゃうんじゃないかなって時に、いや行きません、ここにずっと天皇はいますって言っちゃったんで、あの東京が首都である根拠っていうのは、まあその関東大震災の時のお触れぐらいかっていうのが実際なところですよね、なので結構京都に行くとまた天皇が戻ってくると思って、もともと天皇の周りにいたお菓子屋さんなんかがあの、まあそのまま東京に行って成功された虎屋さんなんかもありますけど、あの京都で待ってる人結構いるんですよね。未だ待ってるつもりの人多いですよね。で今回でも引退なされた時に京都に上皇になって金城陛下お戻りになるんじゃないかという期待感は確かにあったようですね。市長さんなんかもそんなことおっしゃったし、なかなかねこのだから、まあ、京都の人は東京のことをなんとなく大阪に対しての東大阪的な感じで、あの京都に対しての、まあ、東京みたいに風に、ね、思ってる人もまだまだ多いというところがあるみたいですが、明治維新と言いますとなんとなく昔の出来事のような感じがしますが、まあ、わずか150年前の出来事ということですね。今日は歴史学者磯田道文さんにお話を聞いています。今日お話しいただいた内容は磯田道文さんが中高新書から出された日本史の内幕、そして講談社現代新書から出された教著戦乱と民衆に一部書かれています。ご興味を持たれた方ぜひご一読ください。それから山口県美祢市の方からお便りいただいてますが、磯田先生と聞いて磯田先生に関するネットで拾った噂の話をご本人に確認したくメールをしましたという、その噂とは生まれて初めてのデートで博物館に行き、展示物について解説していたら周りのお客さんがイヤホンガイドより面白いって言って集まりだし、おしまいには拍手まで巻き起こり、そして面白いから付き合ってって言われて最終的に結婚したというものですが、それは本当ですか？あ、本当です。僕はね36までね彼女いたことなくてね、お見合いはねものすごいたくさんやったんですけどね、うまくまとまらないんですよ、変わり者なんで。で困っちゃってね、したらなんかちょっと生まれて初めて声をかけた女の子が、伊藤若冲展っていうのに行こうっていうんで、上野の山の博物館に行ったんですよ。で行って、あ、ここにいるのは、森祖先の猿、猿の絵で森祖先は有名で、猿山の猿と1ヶ月暮らし、あ、次の絵は虎の絵、岸駒と書いて玩具と言います、玩具は虎の絵で有名でとかやってたんですよ。思ったらイヤホンガイド500円で買えたはずのおじさんおばさんたちが外して、で団子みたいになってついてきて、ほんでなんか最後こうパチ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 とかなっちゃって、たらこうデートに誘ってくれたその女の子が下向いちゃって、まあ怒らしたかなと思って、そ、ね、それで上野の印象亭というあの料理屋に、あの上野の山の中の入れて、ご飯でも食べさせたら負けたって言うから、何負けたんですかって言ったら、面白さに負けた、付き合ってくださいって言って、俺初めての彼女ができて、その人となんとか結婚できたんですよ。そうですか、いい話ですけど、奥さんのその負けたっていうのもちょっとね言い方ありますよね。いや、その負けたっていうのは、僕が生足にその革靴履いてたりして、なんでそんなのって、しかもその靴がもう汚いんですって、煮しめたみたい で、でなんか夏場なんでお風呂もあんま入ってないかと思って、汚らしいんだって、匂うとかなんとか言って、だけどもうちょっと気持ち悪いんだけど、ちょっとあの汚いし、面白さに負けたっていう意味だったそうです。なんか散々なこと言われたなと僕も思ったんですけど、伊藤さん、初デートでお付き合いスタートするとき、そんな人間臭いやり取りがあったんですか？あったんです。黙ってたんですけど、もう日展なんでしょうがないんですよ。あ、そうです。今はね、もうお嬢さんもいらっしゃってね、磯田先生の集めた古文書、お嬢さんが破いちゃうんだよ、破きそうになるから、それを止めるんですよ。危ないみたい。もうそれは小さい時ですよね。そうです。今日は歴史学者磯田道文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。10月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎の日曜天国。桃栗三年柿八年、仕送り断念ガキ留年。お聞きの放送は FM905AM954 TBS ラジオです。さて、来週11月4日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは小さな幸せ。
ゲストはタレントキッチュ松尾隆さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。安住紳一郎の TBS ラジオクラウド、これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド、ぜひ本放送を聞きなされ。954905